こんにちは、鷹の目工作室です。動輪軸箱を作っていきます。全部軸箱の素材をバンドソーで切り出します。全部軸箱蓋の材料は 15×25 真鍮平角棒から切り出しました。切り出した素材がこんな感じで、25角の真鍮棒の両端を削って長さ80に整えます。さすがに8インチのチャックなので25角でも余裕で加えられます。全部軸箱蓋の部材は片方の切断面を整えます。他の切断面は全部軸箱と接合した状態で削ります。さらに全部軸箱と接する面を削り、平面とするとともに角をはっきりさせます。切削にはボーリングバーをフライカッターとして使ってみました。全部軸箱の蓋がはまる部分を切り落とします。エンドミルなどで削っても良いのですが、削る量が多いのでメタルソーで切断することにしました。メタルソーは切断面が比較的綺麗なので、仕上げ削り等が不要なところもメリットです。具材を立てて切断するため、イケールを使いベッドに垂直に固定しています。赤いマーキングの部分が切り落とされます。厚みがわずかに厚いので修正削りを入れています。削り上がった部材の状態です。全部軸箱と蓋を合わせて固定し、取り付けネジ穴をとも開けにします。作業を単純にするため、皿もみで沈める深さを全て同じにしました。また、加工順は皿もみ、ネジ貫通穴、ネジ下穴、タップの順とし、逐次ネジ固定していきました。全部軸箱と蓋がつらい位になるようフライカッターで削ります。側面は蓋の方がわずかに狭いため、特に加工しません。動輪軸の軸芯を描きやすいよう、両端の蓋の余分を前輪軸箱とつらい位置になるように削ります。軸芯位置を描いたら芯出しをして動輪軸の通る穴を開けます。平岡さんの本では片側から貫通するように書かれていますが、左右から半分ずつ開けることにしました。穴は全部軸箱と蓋との境目になりますが、同じ真鍮でも蓋の素材が硬いのか、普通のドリルではブレがひどくうまく開きませんでした。ショートタイプの太いドリルで手当てをしました。蓋の部分は軸受けのブッシングが入るため内径14に仕上げます。リーマーが入るサイズまで中繰りし、リーマー仕上げの予定でしたが、中繰りの段階で最終サイズをわずかに超えてしまったので、こちら側はリーマーを省略しました。反対側はリーマー仕上げとしました。クロスタイのピンがはまる穴を全部軸箱に開けます。動輪軸と動輪は一体となるので、全部軸箱に動輪軸を取り付けるには動輪軸を通す溝を開ける必要があります。メタルソーを用いて全部軸箱の底部分を切断しています。ここではバイスを横倒しにしています。バイスは締め金具で固定しますが、バイスが歪まないように締め金具をかける位置には注意が必要です。サイドフレームとはまる部分の切り欠きを作ります。バイスを横倒しのままでメタルソーで天地の切り込みを入れます。ワークの固定ではバイスから浮かないように注意する必要があります。バイスを通常の位置に戻し、切り落とします。全部軸箱と蓋を加工した状態です。ブッシングの素材を輪成銅の丸棒から切り出します。平岡さんの本ではブッシング一つごとにつかみしろが必要です。これでは材料の無駄が多いので、途中の寸法を変更して一つの素材からブッシング2つを作るようにし、つかみしろとして無駄になる部分を節約しました。予備を見て6個分作りました。まずはそれぞれ両端を整えます。この後の作業の都合、最も短いものに合わせて3つの長さを揃えます。この後メタル層で縦割りにしていきますが、一度で切り離せないので両側から半分ずつ切ります。この時左右の切断面ができるだけ一致するよう円筒面を1ミリほど削り平らにします。素材をバイスの端で加えることになるので、同じ長さに揃えた別の素材を反対の端に加えてスペーサーとしています。切り子が詰まりやすいのでハケで切り子を払いながら切り進めます。片側から中心まで切り込んだらひっくり返してもう半分を切って切り離します。次の加工の準備として、切断面の反対が丸いままのものを円筒面を削ります。それぞれの切断面を平らに削ります。平らに整えた切断面を基準に、全ての断片が同じ厚みになるように背面を削ります。これらを切断面で貼り合わせます。貼り合わせた面を垂直にして貼り合わせた部分を削ります。反対側も同様に削り、角の丸い四角い棒の状態にします。単面を平らに削り、中心を描きます。本でいうところのブッシングの材料の状態です。芯出しして外径を削り突っ切ります。往復台ストッパーを利用して外径の 14mm、17mm および突っ切り位置を決めています。2つのブロックの貼り合わせにロックタイトを使用しましたが、接着力が足りず、最後まで突っ切るとその時点で接着が外れてしまいます。ここは本の通りハンダ付けすべきでした。対策として、突っ切る前に内径 14mm の銅管を先端にはめ、突っ切りは途中までとし、切り離しは糸のこで行いました。突っ切ったブッシング、保護のための銅管、残ったつかみしろです。ブッシングの仕上げを行うための雇いを作ります。真鍮 20mm の丸棒を 17mm に削り、 20mm の部分をつばとして少し残して突っ切ります。ひっくり返してつばが爪に当たるようセットし、少し弱めにつかみます。ドリルで貫通口を開け、リーマーで 14mm に仕上げます。雇いの穴にブッシングの 14mm 部分をはめ込み、チャックを強めに締めるとブッシングが固定されます。へそのように残った部分をあらまし削り落とした後、フランジの厚さを調整するとともに単面を仕上げます。ドリルで穴を開け、 11mm のリーマーで内面を仕上げます。繰り返しになりますが、ブッシングの仕上げの様子を引いたカメラでもう一度ご覧ください。削り上がったブッシングと左下は雇いです。それでは組み立てていきます。まず全部軸箱にブッシングを入れます。軸箱側のブッシングはロックタイトで接着します。相手が真鍮だと早く固まるようなので手早く作業をします。はみ出たロックタイトは丹念に拭き取ります。動輪軸の素材を入れて動きを確認します。後部軸箱も同様にブッシングを入れます。ペデスタル部に全部軸箱をはめていきます。ペデスタルブレース、クロスタイをサブフレームから外し、まずクロスタイにピンを接着します。全部軸箱とクロスタイをサブフレームに戻して動きを確認しますが、なぜか動きが渋いです。渋い原因が全部軸箱のピンが刺さる穴にあるのではないかと考え、穴を 5.1mm に広げました。ミニ旋盤を使いこなす本に書かれている主軸にドリルを加え、芯押し台にセンターをつけて押すという方法を試してみます。その後全部軸箱とサイドフレームが擦れている部分があることが分かり、これを修正することでスムーズに動くようになりました。また後輪軸についても組み立て直後は動きませんでしたが、強制的に動かしているうちにしっくりと動くようになりました。再リーマーせずに済みました。これで動輪軸箱は完成です。次は動輪の作成です。ご視聴ありがとうございました。